はい、こんにちは。札幌占い美容室葉山菓子の後藤です。たまにですね、ホームカラーで、ブリーチをしましたと。で、色を白くしたかったんですけど緑になっちゃいましたみたいな、そういうお客様がたまにいらっしゃいます。そこで美容師さんは大体わかってるんですが、まあ、ちょっと今日こちら、ファイバーズームさんのちょっと写真を借りましょう。お借りしてですね、こちらね、素敵な写真なのでファイバーズームさんのお借りします。こちらみたいなこう白い髪の、これどうやって染めてるんでしょうね。結構難しいですよね。でよく、まあ、これ相当ブリーチ何回も重ねてるかなと思うんですよね。まあ、もしくはまあ最近の場合だとウィッグだったりしますよね。ウィッグかぶせて、撮影してる場合もあるんですが、そこでですね、ブリーチしてって黄色くなるじゃないですか。で1回ブリーチしますよね。で黄色くなりますよね。で2回ブリーチしますよね。まだ黄色いですよね。結構黄色いんですよ、日本人の髪の毛って。でメラニン色素がもともと外国人寄りの人で少ない方は白くしやすいんですが、グリーンになっちゃう理由として、まあこれはね、美容師さんなら分かってることなんですが、今更なんですけれども、ちょっとね参考になるものがなかったんで、じゃあこの黄色、じゃあこの黄色の髪の毛、色ってどういう風に作られるかというと、この黄色の髪の毛に、はい、ではアッシュを入れます。アッシュを入れて白くしようとしますよね。アッシュを入れますね。はい、黄色のベースの髪の毛にアッシュを入れようとして、アッシュを入れて白くしようと思いますよね。そうすると気づいたらグリーンになっちゃうんですね。これ足すこれはグリーン、わかりますか。絵の具と一緒です。黄色のベースの髪の毛に黄色が残ってるブリーチ毛に対してアッシュを入れます。そうすると黄色とブルーを混ぜると絵の具ってどうでしょうか。グリーンになっちゃいますよ。こういうことですよね。単純なこと、こういうことになります。じゃあこの黄色の反対色っていうのをちょっと入れないとダメなんですが、グリーンにならないために何が必要かっていうと、こういう紫が必要です、ね、ちょっとこういう感じになりますかね。アッシュと紫で、黄色の反対色は紫ですから、ちょっと紫入れるわけですよ。そうするとちょっとグリーンになりづらかったりするんですけど、まあ、濃いとね、あの紫になっちゃいますからね、まあ、薄く入れるわけですよ。でよく紫シャンプーとかって聞いたことありますか。シャンプーに紫の染料が入ってるシャンプーとか昔流行ったんですけど、ブリーチ毛に対してそれで洗うと紫が髪の毛に残ってる黄色い色素をちょっと抑えてくれて白くなると、そういうシャンプーがあったんですね。でこれはね、ちょっと僕の勝手な想像なんですが、僕の勝手な仮説というか、紫のおばあちゃんとかっていらっしゃいますよね。白髪も人によって違うんですね。すごい綺麗な白髪、真っ白い白髪の方っていらっしゃるじゃないですか。真っ白く手入れしている方とか、それでも結構黄色っぽい白髪の方もいらっしゃるんですね。もともと髪の毛が太い方が白髪になると少し黄色っぽいです。薄い黄色です。それを取るのに紫のシャンプーが必要だったりとかするんですが、より真っ白く綺麗にこうね、演出するにはちょっとこの薄い紫が必要だったりするわけですよ。で紫のおばあちゃんって何なのかなと思って、これ違うのかもしれないですけど、まあ、紫色の薄い、本当に薄い紫色のマニキュアとか入れて綺麗な白髪にするわけなんですが、その時にまあシャンプーしたら落ちていくじゃないですか。で長持ちするみたいによくパーマとかもね、パンチワーみたいにかけるじゃないですか、落ちやすいからって言って。それと同じような感じで、こういう紫の染料がだんだん濃く入れてったんじゃねえかなっていう仮説です。わかんないですよこれは。だから紫のおばあちゃん最近いないですけど、
だんだん長持ちするためにって言って紫色を白髪に入れてって、あの紫のおばあちゃんになったのかなみたいな仮説もありますね。だから結構紫のシャンプーだったり紫の染料を入れると黄色みが落ちるってことはもう何十年前からやってることなんですね。すごく単純ですね。もう一回おさらいしますと、はい、だから自宅でホームカラーでブリーチをね、何回もして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 3回4回してまだ黄色が残ってんですよ。よっしゃよっしゃ、これにアッシュを入れれば白くなるって言ってアッシュ入れたら最終的にグリーンになっちゃうと。毛先はアッシュっぽいんだけど中間根元側はグリーンとかね。要はなぜかっていうと髪の毛があったとしたら根元側はね、まだ丈夫な毛というかね、健康毛ですから、毛先の方は結構白く抜けたとしても根元から中間までは結構色が抜けてなくて黄色っぽいかもしれないんですね。で毛先は白っぽくなってる場合は毛先はね、アッシュっぽく入るんですが、中間から根元側はちょっとグリーンになる可能性が高いです。じゃあどうすればいいかっていうと、ね、根元側の方はそうならないような対策を打たれたんですよね。だそういう感じです。で皆さん大体失敗するのがこの今の、まあ、これ配当に限らずなんですけど今の髪の色っていうのを無視しちゃってるんですね。これ足すこれはこれになるっていう感じじゃないんですよ。これを無視しちゃってるんですね。例えば黒い髪だったり、例えば10トン8トンの髪だったとしてもそれを無視して、とりあえずこれ入れとけばいいよっていう考えの方が多いんですね。だからイメージとちょっと違うことがあるんですよ。ちゃんとベースの今の現状の色プラスこれを入れるとどうなるかっていうのをしっかり考えていかないとイメージ通りのカラーは作れません。ですから、このカラーの選択も一つなんですが一番大切なのはここを見極めるってことですね。この毛の今の今日の色は何なのか、今日染める色は何なのか、その色を見極めた上での選択ですね。このゴールに対しての選択です。何色を使うべきかですね。でここが大切で、だ一番大切なのはこのベースの色、ゴールの色、はい、これに必要な色は何なのかって考えるのがカラーのポイントです。これはここの間がね、考え方がこの最初と最後じゃなくてここだけを意識しちゃってる方がいらっしゃいます。なんかこの色流行ってるからこれ使おうとか、これが人気があるからこれ使おう、あ、講習会でこの間先生がこれの色使ってたからこれとこれをやってみようとか、そうじゃないんですね。そのお客様のベースの生のベースの色とゴールの色、それに対する必要なものは何ですかっていうことですね。それをしっかり考えて上でカラーを作るといいと思いました。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございます。いいねやシェアしていただくとありがたいと思います。また頑張りますのでよろしくお願いいたします。早回し後藤でした。